疲れ、かわいいハート、ラブ、ありがとう。皆さんこんばんは。お疲れ様です。姉貴、そう、お姉さんに切ってもらいました。ハートありがとうございます。うまい、言っとくわ。ヨマが見たよ、ありがとう、嬉しい。あの今日もインスタを上げてみたんですけど、あのマジでインスタの上げるのがなんかむずいっていうか、なんか慣れてなすぎてやばい。山が2日目、ありがとう。ハートもありがとうございます。ご飯食べてる？食べてる、食べてるよ。まあ、なんか最近ラーメンの回数が多分減ったと思います。ラーメンあんまり食べれてない、食べにそこまで行ってないですね。家でご飯食べてる。ああ、夏バテじゃないよ、全然。暑いからってわけでもなくて、なんか行く機会がそこまでないんだよね。私ここ数日何してたっけ。なんかいろいろとわーってなってたんですよ。カラーズとかがあって、そう、あ、ティフ行ってて、そうそうそうなんよ。新幹線乗ってた。新幹線にラーメン屋さんができたら食べるんですけど、ね、店のラーメン、いや、カップ麺が食べたくなる時もあるし、お店のラーメンが食べたくなる時もある。ね、あの車内販売にラーメンがあったらいいな。なんか何号車かの間にラーメン屋さん作ってほしい。連結部分に。こぼれる？あ、つなぎ目、そう。台風それた。え、なんかさ、台風がさ、6号だったっけ、なんかが来てて、それがなんかソラハの生誕祭に危ないかもみたいななってたんだけど、それがそれて、そしたらまた新しくなんか来たらしいですよ、台風が。え、そう、なんかさっきニュースで見ました。多分ありがとう。7号、そうそうそう。てかなんかさ、台風ってこの時期にこんなに来よったっけ。なんか秋のイメージがあったよ、もっと9月、10月とかにあったイメージ。わ、ヤシの木いっぱいありがとう。そう、なんか、え、なんか6号なんかな、分からんけど、なんかすごいノロノロ台風ってさ名付けられたってさ、なんかニュース見た時にさ、なんかノロノロ台風って書いてあってさ、そう、めっちゃゆっくりな、なんか U ターンしたんかね、なんか分からんけど、なんかノロノロしとる台風で、そう、それがそれてとか言ったんですけど、新しく別のが来たっていう。働いてありがとう。ノロノロ言われてたよ。なんかさ、
テレビのニュースとかでノロノロっていう単語を聞かんけんさ、なんか変な感じがした。ノロノロ台風。九州？九州行ってるの？そうなの？めっちゃ台風来てますね。困りますね。なんか7号はあの関東の方直撃するらしいので、今のところね、それればいいんだけどね。サマステ、そうなんや、なんかそのちょうど被る時がサマステ近いらしくて、サマステの日なんかな、分からんけど、もうさ、前回サマステがさ台風で中止になってるんですよ。 STU 出演してないんですよ。なのでちょっとまた今年もなったらそんなことあるって感じなんで、ありがとう。台風女いる？そんな人はいません。台風女とは雨女ならぬね、やばいよね。2年連続そんなの勘弁だよね。もうなんだかんだ言って台風それるけそれるけ。嵐呼んでる。かわいい、ありがとう。いやね、新幹線がさ、いやそれな、新幹線がさあれだよね、止まるのもよくないもんね。ゆっくり寝れるやん。そんなことない私そんな新幹線って、寝るために乗ってるわけじゃないんですよ。あの移動するために乗ってて、でなおかつ時間があるから寝てるだけであって、だ寝るために新幹線に乗ってるわけじゃないので、あまりなんかそういう違いますよ。ありがとう。でも私夜の新幹線あったらいいなってめっちゃ思う。あの夜寝るけんさそしたら新幹線で寝れるじゃん。新幹線移動するんですよ。4時間睡眠0時発とか作ってほしい。寝てると思ってる。え、基本寝てるよ。なんかさ、いて、なんかさ、あれだよ、山中湖行った日、日帰りだったんだけどさ、もう全部寝たよ。すごいぐらい寝たよ。なんか山中湖までの道のりもすごかったんだけど、
本当に全部全部寝たよ。多分6、7時間ぐらいの睡眠取れてる、あの片道で。でも最近はなんか東京とかで、その昨日だっけ、ティフって、そうだ、昨日ティフとかもなんかメイクさんがすごいあの気をいっぱい使ってくださって、メイク落としとかなんか顔を洗うようなタオルとか用意してくださっててあのメンバー帰りね、4時間またあるから寝る人はみたいな感じで、そのメイク落としてどうぞみたいな感じで、そう、優しい、ありがたい。昨日の記憶、毎日覚えてられないよ。なんかいつだったのかがわからん。忘れることはないけど、いつだったみたいになる。昨日何食べたか、昨日食べたものはまず朝麻婆豆腐を食べたんですよ朝コンビニで麻婆豆腐を買ったんですよ。で、朝から麻婆豆腐を新幹線で食べて、そしたら C 席のおきちゃんにうわーって言われて、でなんかうわちょっと匂いがね、言われて、まあ麻婆ハラスメントをしてしまってで、ティフ行って、あ、ティフはねご飯がね あるんですよ。ティフで、ティフはね食堂みたいなところがあって、その食堂でね、あのなんか4種類ぐらいご飯があって、ケータリングみたいな感じで全然そのいただけるんですよ、ご飯が。マボハラしました。なんで昼はそのティフのところのご飯食べて、何食べた、ね、恥ずかしいな、全部聞かれると。鶏のテリマヨ丼がっつりしか食べてない。朝からまあもう昼鶏テリマヨ丼食べて、4種類食べれない、1種類しか食べれないんですよ。美味しそう、めっちゃ美味しかった、テリマヨマヨラ。夜はスタバ行ったんですよ、一回あの新幹線乗る前にスタバ行って、なんか抹茶のやつ飲んで飲みながら帰って、なんかさ新幹線内でさ4時間あるからなんか買っといた方がいいかなと思うんですけど、その時お腹が空いてなかったら買う気になれなくってさ、でも4時間あるから絶対途中でお腹空くよなとか考えてなんか買ったんですけど、結局寝て食べなくって、そう
そう、自分の胃の予想をしないといけないから困る。4時間あると、え、スタバが夜ご飯？違う、待って、え、待って、その後のね夜ご飯思い出せんのよね。家帰ってね食べたんやけどね。何食べたっけな昨日。あ、カレーかな、カレー食べましたね。なんか手作りカレーが家に帰ったらあって、カレー食べます。なんですごいがっつり食べてるんですけど、すごい、でも昨日食べたもん覚えてるわ、ちゃんと3食しっかり食べてますね。何カレー、え、なんか何カレーか、何カレーかな、野菜、分からん、何カレーなんじゃろあれ。豚肉、カレー食べた。なんか手作り、あの家のカレー、それ食べてるよ。今日も夜ご飯にトマト食べました。トマト、野菜はね食べとるかな、食べとると思う。家ご飯の時は食べる、でもなんか外に出たら食べるの難しいかも。家だったら食べる。おじいちゃんいる、え、おじいちゃんいるよ、もう寝たけど、おじいちゃんいます。でもね、おじいちゃん帰ってくる頃にはもう寝る前だからね、もう寝るぐらいの時だからね。いるよ、おじいちゃん。もうご飯も済ませてて。元気だよ、おじいちゃん。あんまりでも本当になんかおはようとお帰りぐらい。だけど会話があのそこまでなんですか、あんまり家にね私がそうずっといるわけじゃないんで。おじいちゃん寝るの早いし。広島、そうそう、今そう、あのずっとじゃないですけど今来てるんですよ。推定年齢70代。え、おじいちゃん？おじいちゃんね、何歳だっけ ?80、もうすぐ、え ?88? え、おじいちゃん何歳だっけ。おじいちゃん何歳か忘れちゃったんだけど、87?8? え、忘れちゃった。そんぐらいかな。80代ですよ。いや、わからん。何、え、犬年です。犬年って言ったらみんなが計算してくれるかな。犬年の80代。マイクありがとう。ベージュ？え、88ってベージュって言うんだっけ？89かな？え、89なの？おじいちゃんって。あれ、ね、その辺なんだけどね、この間聞いたのにね忘れちゃった。
おじいちゃんサバ読むからな、たまに。誕生日来てたら89。あ、じゃあ88だ。そうだ、88歳です。元気ですよ。家にいます。ただあんまり広島はそこまで外出てないと思う。暑くて疲れちゃうからね。暑いよ。ロフトで寝てない。ロフトじゃないよ。おじいちゃんロフトで寝たらもう不安で仕方ないんだけど。おじいちゃんロフトにいないよ。おじいちゃん別の部屋にいる。私の部屋には来ない。そう、私の家今張り紙してあるんですよ。まいちゃんの部屋ってちゃんと書いてある。お母さんも、うん、お母さんも一緒にいるよ。お母さん。なんで、ご飯作ってくれてます。母機の声聞いてみたい。お母さんの声は、あ、でもね、似てないと思う。私にもお姉ちゃんにも、なんか私とお姉ちゃんめっちゃ似てるって言われるんですけど、そうね。お盆一緒に迎える？うん、そんなことない。声お父さんに。え、中村舞です。よからん。お父さん声って誰にとか知らんけど。中村舞です。でもなんか私顔がお父さんにだからさ、なんか自分じゃ似てるってあんま思わないんだけどさ、人からすごい似てる似てるってさ、ちっちゃい時からずっと言われてきてさ、でももう大人になったからさすがに似てないだろうって思ったんですよ。でもなんか生誕祭の時だったかな、なんかお父さんが来て、その時マネージャーさんが私のお父さんをね見た時に、目がマイキューだねって言われて、あ、なんか似てるんだって思いましたね。大人になっても似てるんだ。ありがとう。
マネージャーさんが言ってた、似てるよ。はい、ありがとう。お父さんのこと好きになったらどうしよう。どうぞ、お好きにどうぞ。挨拶に来てください。じゃあ父はやらんぞ。って私が言えばいいですか。私に挨拶してもろて。やめてください、既婚者なんで。お願いします。すごい複雑な気持ちになります。まいちゃんが娘になってしまう。えっ、やめてください。ありがとう。その手があったか。ちょっとやめてください、本当に。中村家に入ってこようとしてる。推しが子、推しの子じゃなくって推しが子供。つらい。それはつらい。嫌でしょ。それはさ、親になる方も嫌でしょ。普通に。だってさ、推しが子供なんだよ。嫌でしょ。結婚してありがとう。だって推しはそこにいるべきじゃない。推しはもうちょっとこう、なんて言うんですかね。もうちょっとなんか、近すぎないとこに、私はいてほしい。石抜き、ありがとう。もう推しがもう地団駄踏んで怒ってるところを見てしまうかもしれないんですよ。もううわー、バン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 。朝起きてどうするんですか。もう切れる推し、もう推し変しちゃうよね。推し変っていうか推しじゃなくなっちゃうかもしれない。朝から麻婆食べるし、いいじゃん。ねえ、やっぱさ、朝から麻婆食べるのって良くないの？それは良くないっていうか、体に良くないとかじゃなくって、その朝から麻婆ってきついもんですか？大丈夫？あ、本当？匂い的にきついの？でも新幹線で食べちゃいけないもの？やっぱり無理です。え、でも
ねえ、ごめんなさい。見ちゃう。じゃあ、あの誰にも香らないように私が全力で全部匂いを嗅いで食べます。それでも大丈夫ですか？新幹線見たこと、あの新幹線で最終的にラーメン一回食べたことあるんですよ。551が NG。 え、そうなの？あ、ラーメンはいいんだ。あ、ラーメン。でもだってさ、新幹線乗る前コンビニ行くよね。コンビニにさ売ってあるからさ買っちゃって。マクドも厳しい。あー、マックの匂いわかるよね。マック食べてたらわかるわ。私は楽しむけどね。でも食べてなくても香ってきたら、お、マック、マックの匂い、え、結構好きなんだけど。マックの匂いいい匂いじゃない？電車マック？え、電車マック強っ。電車でマックは結構強くない？いるの？そうなの？あんま見たことないけど。58分、ありがとう。難しいですね。もう寝ます。おやすみなさいませ。壇上呼ぼう。ふっちゃんさん、はやりんごさん、くまねパパさん、ミッキーさん、たろうくんさん、あおさん、マンモスビアーさん、もとまちさん、シーサーさん、東京のスワンさん、 N2F さん、ビタミンさん、リョンキューさん、ありがとうございます。おやすみなさい。髪の毛が熱い。張り付きます。また明日、また明日。切る、切りたい。夏限定でね、切りたい。おやすみなさいませ。夜だ。夜よ、僕を詩人にするな。綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。